はい、どうもモグリです。前回前々回、船のアトラスの船の購入だったりファーミングのあり方でアトラスを増やしていこうっていう動画を出したんですけれども、結論から言って、ファーミングやステーキングをすると損する場合もあるよというところで、今日は変動損失についての、紹介動画になっています。今回僕と、ネオキボ2人でやっていきます。こんにちは。なんかステーキングをしてるときにその変動損失っていうのがあるっていうのに気づいてしまって、これあれめっちゃ損しねみたいなところで、まあ、なんとなく損するっていうのはなんか結論としてなんか分かっていたというか、なる可能性があるっていうのは分かったんだけど、その内容がなんで損するのかっていうのが難しすぎて文系の僕にはちょっと理解できなかったんで、モグリ君にちょっと解説してもらおうかなと思ってます。なんかこの動画撮る前にも一回解説してもらったんだけど、あんまりちょっと分からずっていうところで、まあただ結論ステーキングとファーミングで損する可能性があるので、まあなんとなく内容を理解して、まあ、気をつけた方がいいですよっていうところは、お伝えしたいポイントです。はい、まあすげえ損するかどうかっていうのは時と場合によるので、まあ、必ずしも損するとか必ずしも得するよということは今回言えないんですけれども、イールドファーミングとかステーキングのやるときの時に、考えなきゃいけない一つの、物事として変動損失っていうのを理解しておかないと損するのか得するのかっていうところを計算できないので、そこを今回紹介していきたいと思います。今回説明に使う通貨は、まあ、イーサとダイっていうイーサリアムとダイっていうイーサリアムのステーブルコイン、あ、イーサリアム上のステーブルコインで、まあ、1ダイ1ドルっていうものになる、ステーブルコインをして、紹介していきたいと思います。で、いつも前回と動画でもやったようにイールドファーミングとかするときは、LP トークンを作りますよというところで、イーサリアムと、DAI の LP トークンを作るときに、まあ、等しい値段の同士で、量で LP トークンを作るよっていう風な紹介をしたと思うんだけれども、今回は、まあ、1イーサリアム100 DAI っていう時の場合、を想定して、まあ、作ろうかなと思い、で話していこうかなと思います。そんで、まあ、ある人が1イーサリアム100ダイっていう時に LP トークンを作って、まあ、ファーミングを始めましたよと、まあ、この時に自分の手元の中には100ダイっていう100ドルですねと、まあ、1イーサ100ダイなんで、まあ、1イーサ100ドルという、合計200ドル持ってる人が、まあ、イールドファーミングをしようというふうに、考えましたよと。その時に1イーサーと100ダイで、LP トークンを作って、まあ、流動性を高めましたと。で、この流動性っていうのがどうやら掛け算で、示されているようなもので1イーサーの 1×100 ダイの100で 1×100 で、まあ、100っていう流動性を、まあ、提供しましたよっていうのが、流動性をこの100流動性を高めたっていうことになるらしくて、ここの100っていう指標は固定みたいなものになってます。で、DAI の方はステーブルコインなんで、まあ、1倍でずっと変わらないんですけれども、まあ、イーサリアムは皆さんご存知のように変動するので、仮にイーサリアムが4倍になりましたよと。で、まあ、1イーサが400DAIって4倍の価値になった時に、じゃあ、この時に流動性の提供をやめて自分の手元にイーサリアムとダイを手元に戻したいなと思った時にどれぐらい、自分の手元にイーサリアムとダイが返ってくるのかっていうところをちょっと考えたいと思います。あ、ちょっと質問なんですけど、はい、流動性が固定されるっていうところで、うん、最初に1と100でペアを作った時にそこでもう流動性が 1×100 で固定されちゃうってことじゃない、そこでもうフィックスされて、そうフィックスされて、どっちかが上がっても別にそのなんだろう、その 1と100で固定されるから、例えば 1×400 とかにはならないってことじゃない。あ、そうはいはい、了解です。で、まあ、ここの 1イーサ400ってところはこのイーサリアムの価値が高まったと、価格でグワンと4倍に上がった時の、
単純に4倍にしているから 1×4 で400台になってるっていうだけですね。で1イーサで100台買えてたものが4倍イーサの値段が上がったから 1イーサ400台も買えるっていうことになったって意味だね。そうだね、はい。でその時にはまあ、ここ今 X と Y というふうにしてるけれども、まあ、X×Y が100で固定なんで、どれだけの量を引き出せるかっていうと、まあ、0.5×200 0.5 イーサと200台で、まあ1イーサが400台なんで、0.5 イーサだと200ドルで、200台だが200ドルで合計400ドルをまあ引き出せるよっていうことになるんだけれども、ここで謎なのが、なんか400台って出てたのに急に Y が200台になったとこが謎なポイントだよね。そうだね、まあ、ここをちょっと考えるときに考えなきゃいけないのが、LP トークンの価値のがじゃあ何倍になったのっていう部分を考えないといけないというところで、ここの LP トークンの価値の導入式みたいなのはネットで調べると出てくるんですけど、まあ、まずはじめに、まあ、イーサリアムと DAI で LP トークンを作るよと。で、まあ、これ A と B で示してますけど、イーサリアムがアルファ倍で、DAI がベータ倍になったときに LP トークンがどうなるかっていう と、ルートのアルファ×ベータ倍っていうことになります。で、DAI はステーブルコインなんで、まあ、価値が変わらないので1倍っていうふうにしてるんですけど、イーサーが4倍になった、今4倍になったので、まあ、4倍っていうふうにすると、アルファとベータが 4×1 で、ルート4倍、まあ、つまり2倍っていうふうになりますと。LP と、イーサリアムが4倍になると、このイーサーと DAI の LP トークンの価値は、2倍になったよっていうのが LP トークンの価値の、が何倍になったかっていうふうに出す時の式になってます。うんうんうん、なるほど。なんか、うん、イーサリアムだけが上がってもやっぱ LP トークンっていうそのペア通貨だからイーサリアムだけ上がってもこう両方の組み合わせで価値が何倍になったかっていうのを計算しないといけないってことだよね。でそこのなんかガリレオみたいな式が LP トークンの価値は何倍になったかっていうのを計算できる式になってるってことだよね。そうですね、はい、そういうことになってるみたいです。で、了解です。まあ、この2倍っていうところがちょっと着目してほしいところで、まあ、引き出せる通貨はどういうふうに計算されるのかっていうと、引き出せる通貨は、ルートアルファ×ベータ分の1枚ずつ、引き出せるようになります。なので、1イーサー400台のレートになってると、それの2分の1枚だよね、これ今。2っていう数字が導出されたので、2分の1枚ずつ、引き出せるから、1イーサー400台っていうレートだと、0.5 イーサーと200台っていうのを取り出せるよと。なので、ここで X と Y が、まあ、0.5 と200っていうふうになるってるっていうところで、まあ、それをさらにかけると、まあ、100で流動性が固定されているという時の100の数字になることもまあ確認できると思います。で、1イーサー400の時に、じゃあこの価値、イーサーと DAI の価値の合計はどれぐらいになるかっていうと、0.5 イーサーは200ドルになって、200台っていうのは200ドルなんで、合計400ドルになるよと。で、一番初めにスタート時点で持ってたのは200ドルなんで、まあ、上がったに400ドル引き出すことができるんで、ここでもう200ドル儲かってるよねっていうことを言うことができると言います。んでこれがイールドファーミングをやった時の、イールドファーミングで増えた分を無視した時の、計算ですね。で、じゃあ、イールドファーミングもしないで、イーサリアムと DAI をそのまま持ってたときどうなんのと。自分は、まあ今、スタート時点で1イーサと100DAI っていうのを持ってたんで、LP トークンにしてやろうと思ったけど、まあ、
そのままこの2つを何もしないでそのまま持ち続けてたときはどうなるのと、うんうんうん、そうすると1イーサが4倍になったんで4イーサになって、4イーサの、まあ、4イーサって結局400台なんでこれが4倍になって、でもともと持ってた100台と合わせると500台になって、まあ、500ドルになってたっていうことなんだよね、何もしなかったら、うんうん、そうするとここの400ドルと500ドル比べると何もしなかった時に何もしなかった時の方が100ドル多いやんと、で、うんうん、この100ドルを、まあ、変動損失っていうっていうものらしいですね。なんで了解です、分かりやすい、何もしなかった方が儲かるやんっていうふうに思うんだけれども、まあ、これはさっき言ったんだけど、あのイールドファーミングで得られる、イーサリアムとか DAI、まあ、どっちかちょっと分かんないけれども、それの、利率でこうどん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 増えていくものを度外視にした時の話なので、その入ってきた利益が100ドルを超えていれば、イールドファーミングをした方が、まあ、ここに400ドルプラス得られる配当利子っていうのがあるので、その利子が100ドルを超えていれば何もしなかった時よりもイールドファーミングをした時の方が、よりお金を増やすことができてたよねっていうので、イールドファーミングをやった方が良かったっていうふうになるんだけれども、逆にこの配当が、例えば50ドルとか80ドルとかだとプラスしても450とか480ぐらいにしかならないので、あの何もしなかった時の方がええやんっていう風になる。それを、まあ、あの予想して、まあ、計算してどっちを取るかっていうのを天秤にかけてご自身でそのまま持ってた方がいいよねって思うのか、イールドファーミングしたり、まあ、ステーキングのそのペアの通貨で預けた方がいいっていう風な感じにするのかっていうのはご自身で選んでいただければなと思います。めちゃくちゃ分かりやすいですね。だいぶ理解したんですけど、一個不安なのが、なんか最近のそういうトーク、なんだろう、DeFi トークンとかでめちゃめちゃ倍になったりするじゃないですか。なんか4倍どころじゃなくて10倍、20倍とかになったりするじゃないですか、最近のトークンって。はい、で、そうすると、掛け算で、なんだろう、そこの分母の引き出せる通貨はのところの分母がどんどん倍になるの数が多ければ大きいほど、分母が大きくなって引き出せる通貨が低くなるのかなっていう懸念はすごいありますよね、そこで。そうですね、まあ、ここにその何倍になるときにどれぐらい損失するかっていうのが、書いてある記事がこのバイナンスの、説明文にあるんだけれども、計算していくと、片方 の, あそのさっきのルートアルファ×ベータの値がまあ、1.25 の時には 0.6% 損失するよと。で、2倍の時には 5.7% 損失するよと。で、4倍の時には 20% 損失するよと。っていうふうに、まあ、一応目安の数字が出てて、計算式をもとに、こういうふうにグラフが出てきてたりとか、あと、いろんな人が、どれぐらいになった時にどれぐらい損失してるみたいな計算式を、まあ、Excel で作ってたりするので、それを参考にしながらやっていくといいのかなと思います。これやばいっすよね。 5倍で 25.5 の損失って普通に全然5倍とかに なりそうだし、今スタートラスって確か、まあ、大体10月ぐらいで、まあ、10セントぐらいだけど、ね、なんか普通に 1ドルとかになった瞬間にもうそれで10倍だから、でそれでレイとかも上がっちゃったら同時に倍掛け算が上がっちゃってめちゃくちゃ損失になる可能性があるっていうところがあるから、そうだね、これめちゃくちゃ気をつけないとやばいっていう話だよね、うん、だからまあステーブルしてる間はこのファーミングっていうのは非常に効果的な、お金を増やす戦略にはなるけれども、まあトークンがめちゃくちゃ上がった場合大きな損失につながるっていうところを理解しておかないとかなりまずいっていう感じですかね。そうだね、まさしくその説明の通りだと思います。で、今回はあのイーサリアムと DAI っていうステーブルコインで比較がされている記事がいっぱいありますけれども、今回僕たちが紹介したアトラスとレイ、ポリスとレイっていう組み合わせはどちらも変動する通貨なんで、このあるベータの部分が1じゃなくてこれが本当に2とか3とかになったらすぐに5倍とか10倍とかっていく可能性が全然ありえるので、
そこを注意してもらって、取引した方がいいのかなと、イールドファーミングした方がいいのかなというふうに思います。で、まあ、僕がいいかなと思ったのは、まあ、トレーラーとかが、あとミニゲームが始まるとかっていう時に、こうゲーム自体がこう盛り上がってると、アトラスとかの通貨ってどん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 やっぱみんなそれに乗じて加熱してどんどん上がっていくと思われるので、例えばトレ新しいトレーラーが出るとかミニゲームが始まるよっていう宣伝があった時には一旦イールドファーミングやめて、アトラスがこう上がっていくとかポリスが上がっていくっていうのが目に見えた時には一旦停止させて LP トークンを解除して、まあ、一旦全部ポリスとか、アトラスっていうものに変えた方が、資産を増やす方向性としては正しいのかなと。でその熱が一旦また、冷めて、あの価格がの上下が、それほど高くないところになって落ち着いたなと思ったら、もう一回イールドファーミングを始めて、正式リリースを待つとか、そういう感じにしていった方がいいのかなと思いました、はい。なんか体感的に1000万ぐらいファーミングしてたら、なんかそのイールドすごいできそうだけど、なんか100万以内だったらそんなに、なんだろう、1ヶ月でファーミングできないじゃないですか。そうだね。なんかそうそうそう、結局なんか月1万とかの話だから、それでそうアトラスとかレイがめっちゃ上がっちゃって、これで損失ってなると、それ1万のイールドとその損失を天秤にかけた時にどっちがやばいですかってなったら、感覚的にちゃんと計算してみないとはいけないものの、なんか感覚的には、この LP トークンの変動損失がやばそうな気はするので、まあ、何が大事かっていうと、まあ、これを頭に入れておいて計算することが大事なのかなっていうところで、まあ、特にこう上がりそうな時はね、なんかしっかりそのルート計算をした方がいいのかなってところだと思います。はい、肝に銘じておきます。これ怖いっすよね結構、うん、これ俺もあんま知らなかったね安易にイールドファーミングした方がいいよとか言ってたけど、ね、そうファーミングして、うわこれイールドできんじゃんとか思ってたんですけど、なんかまあ実はビデオ、次のビデオ、あのイルビウムについては何かっていう、まあ、また別の NFT ゲームについて解説をしようと思ってて、でそのゲームのトークンで、まあステーキングができるっていうところで、まあ、LP トークンでステーキングができるようなところもあったんで、それを調べたんですけど、まあ、なんか情報をいろいろ探ってみると、その変動損失っていうワードに出会ってしまって、これやばくねっていう話になり、まあ、ちょっと難しい、あんまり面白くないビデオなんですけど、一つビデオを作ってみたってとこです。そうだね、これ知らないと本当にマジで損する可能性めっちゃあるかなと思い始めたんで、なんかまだまだ日本とかもなんかファーミングステーキングっていうワードあるけど、この変動損失ってなんかネットに全くほとんど YouTube 上とかにもあんま載ってないような気がするからね、ちょっと気をつけた方がいいですよね。なんかこうステーキングとかファーミングの解説をする動画に対して、この変動損失ありますよっていう、こうなんだろう、呼びかけみたいなのがあんまりないから、うん、気をつけた方がいいポイントですよね。今後なんかステーキングの解説するとき、これいちいち言った方がいいですね。そうだね。でこの動画見てもらえれば、多少は僕たちも完全に理解しているわけじゃないんで、これが全正しいっていうことじゃないかもしれないけれども、あの取っかかりとしていい説明にはなってるのかなと思うので、はい、そんなところで。ということで次の動画撮りますか。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。おい、じゃあのー。